えー、9月8日金曜日となります。どうも、ポトフです。えー、前回配信がニューミュージックフライデーだったということで、えー、今日も金曜日ということでニューミュージックフライデーをお届けしようと思いますが、前回もニューミュージックフライデーだったということは、1週間に1回しか配信してないということですよね。いやー、なんでしょう。6月6日に毎日配信をやめますと。 ね、番組いろいろ増えてきちゃったんで、毎日配信をやめますということを言いまして、まあそれでも、週3回か4回は配信できるかなと思っていたんですが、徐々に減っていき、週1になってしまいましたね。いやー、これね、まあまあそれで他の番組の配信が増えてればいいんですが、増えてないんですよ。 他の番組もずるずる減ってるんですよ。いや、これ完全にペース崩して習慣化が崩れてしまいましてですね。なので、このマイカップオブティー違う、ザサウンドトラックマイカップオブティー、ー毎日配信に戻そうかな、というふうに思っております。はい。ということで今日は、えー、金曜日恒例の、やっぱ恒例のしか残らなかったんですよ。恒例の。いやっぱちょっと義務付けないとダメなんで毎日っていうのをね。 ま、今日は恒例のニューミュージックフライデーをお届けしたいと思います。まず1曲目です。トモおでグレープフルーツムーン。はい、えーとの9月6日にリリースされたシングルです。グレープフルーツムーンという曲ですね。えー、日本のアーティストです。トモおですけども、えー T、o m o o と書いてトモおですね。はい。最初男性か女性かわかりませんでしたが。で、グレープフルーツムーンって私は聞いたことなくって、えー、どういう のかなと思って。結構ググるとお店の名前とかがいっぱい出てくるんですが、どうも満月のことのようですね。はい。えー、続いても日本のアーティストです。レンでマジックアワー。はい、えー。レンのマジックアワーという曲です。こちらも9月6日にリリースされている曲です。えー、続いても日本のアーティストですね。スタッツの曲で、えー、タイのインディーポップバンド4ラパーのボーカルノイナ。 が参加している曲です、えー、スタッツとノイナでトゥーカイツ、はいえー、スタッツとノイナのコラボで「トゥーカイツ」という曲でした。はいえー、毎日配信をねまた再開しようと思いますがまあねなんとなくこのアートワークを作るために4曲以上選びたいなと思ってやってましたがまあ1曲でもいいだろうというふうにしてね まあ一曲の時はアートワーク変えなくてもいいのかなもうポッドキャストのデフォルトのアートワークでもいいのかもしれないけど。とりあえず、習慣化戻したい。もうポッドキャストの体にしたい。まあ6月6日から、まあやめていって、毎日配信をね。まあ週1はやってたんだけどね。いや、むしろ週2、週3はやってたはずなんだけど、まさか週1になるとね、いよいよダメだな。まあちょっと長かった夏休み。いや。 えー、バカンスにでも言ってたと思って <laughs>、もらってと。で、本当はね、えー、本編のマイカップオブティーでもミニとしてですね、アップできる、まあちょっと定裁にしたので、そっちで毎日配信やってもいいかな。だから曲を選ぶのもね、ちょっとね、えー、しんどい時はしんどいので、えー、で曲選びがないミニをアップしてもいいかなと思ってたんですけど、なんかね、特にリッスン上で、 声日記みたいなやつを毎日配信する人が増えていて、で、右の方だと相当、それと同じようになるんで、で、このね、サウンドトラックマイクアップをやると、ま、スポティファイに向けてですけども、曲をね、必ず入れてるので、まあ、ただ、声日記みたいなやつを毎日配信するのと、曲を交えて、え、毎日配信するのだと、圧倒的にそ、者の方が少ないんで、まあ、少ない方を行こうと。 いうふうに思っておりますね。えー、次は、上原ひろみのジャズピアニストのね、あの、ブルージャイアンツの曲をやってた、上原ひろみの新プロジェクト、ソニックワンダーの曲で、ソニックワンダーがね、アルバムを9月6日にリリースされてまして、その中から1曲です。上原ひろみ、ソニックワンダーで、アップ。はい、えー、上原ひろみ、ソニックワンダーで、アップという曲です。えー、サックスじゃなくて、トランペットですが、あの、 若干ブルージャイアンツっぽい感じのね、えー、曲じゃないかなと思います。えー、続いては、グレックスペロでクローザー。はい、えー、グレックスペロでクローザーという曲でした。いやー、しかしほんと不思議ね。毎日配信ね、やめても何も変わらなくて他の番組が。<laughs> なんか冗談でね。 あの、毎日配信してる時大変ですねって言われた時は、いや、もう毎日配信して習慣化してるからゼロカロリーなんですよって言ってましたが、ほんとそうかもしんない。うん。やめたからといって他に、その労力が回るっていうわけでもなく。で、しかもほら、毎日配信した時は曲をね、えー、毎日探してどれにしようかなって考えてましたけど、今だから曲聴くのも減ってる感じで、なんか、彩りが減ってる感じですよ。 いやー、こんなに務だけど、<laughs> 短期間で <laughs> 崩れるとは思ってませんでしたけどね、えー。続いては、星野源の新曲です。星野源と MC 若手で、オレンジ。はい、えー、星野源で、オレンジ、フューチャリング MC 和歌ということですが、MC 若というのは、えー、オードリーの若林ですね。まあまあ、ラップとかね、えー、前からやってましたが、 えー、がっつり。あの、なんだっけオールネット日本の、ね、なんか、何周年かのやつでも、MC 若としてやってましたが、あとね、誰かのライブに飛び入り参加したのを見たな。飛び売りじゃないか。あ、飛び入りじゃない、事前に入ってって言われて、いや、入ってたのを見ました。誰だっけあの女性アーティスト。名前出てこない。忘れちゃった。はい。なので、MC 若としてなんだかんだ活躍をしておりますがね。けど、うまいっちゃうまいんだよね。 <laughs> 言葉使うのね。えー、次は、えー、そう、久しぶりですね。ローリングストーンズですね。まだ現役ですね。ローリングストーンズで、アングリー。はい、えー、ローリングストーンズ、アングリーですね。こちらは9月6日にされているシングルですが、えー、来月10月にニューアルバムを出すらしいですよ。えー、なんか、他っとくとサボっちゃうんで、つって、<laughs> ニューアルバム。 出すっつって作ってるらしいです。まあまあ短期間で作ってんじゃないかな。えー、けど、誰だっけえー、リンゴとかが参加してるだっけあ、だ違う、ポール・マッカートニーかな誰か参加してたようない気がする。はい、楽しみです。10月に新ニューアルバムが出るローリングストーンズでした。えー、続いては、チェイン・スモーカーズが9月8日ですね。今日ですね、リリースしている、えー、シングルです。ザチェイン・スモーカーズで、 サマータイムフレンズ。はい、えー、じゃチェインスモーカーズでサマータイムフレンズという曲です。えー、続いてはですね、これ D4VD、D4VD と書いてですね、デイビットって読むらしいんですけども、えー、デビットのですね、アルバムが9月8日に出ておりまして、あ、アルバムには EP だな。EP、8曲入りの EP が9月、 5曲入りの EP が9月8日に出ておりますが、その中から1曲です。デイビッドでリハブ。はい、デイビッドでリハブという曲ですけども、このアーティストがなかなか新世代的なアーティストですね。2005年生まれなので、まだ18歳ですけども、えー、このアーティストはですね、もともとフォートナイトの実況をしていて、 でその時にね、流してた曲が、まあ要は著作権違反だったわけですよ。メジャーアーティストの曲を流してたんですけどね。まあそれがまずいということで、自分で曲を作るようになったんですけども、えー、スマホだけで、iPhone だけで、クローゼットの中で録音して、えー、リリースした曲が、えー、TikTok で大ブレイクという。 いやー、もうもう今時な感じですけども。けど曲なかなかいいんですよね。はい。D4VD と書いてデイビットと読みますね。はい。続いてが最後、今日10曲目の、えー、曲となります。テレで金星はい、えー。テレで金星という曲です。これはですね、日本のアーティストですが、谷口喜太郎という方のソロプロジェクトということで、 9月6日にシングルとして金星が実施されております。はい。ということでニューミュージックフライデー10曲お届けいたしました。いやー、明日からまた毎日やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで今日はニューミュージックフライデー新曲を10曲お届けしました。では、ポトフでしたー。じゃあね